天地創造の話ですよ。クマみたいに生まれたのがアトムです。すべてを思い出す力を太陽が創造。現象の丘っていうのをふわーって作ったから。創造神アトム、我、相手がおらぬ。はい、どうも世界の謎に迫るトゥー&プイログのお時間です。よいしょ、よいしょ。まあ、ピラミッドの謎に迫ってね、だいぶ迫ったよ。だいぶ迫ってるわけですけど、まだまだですよ。でそもそもファラオって何者なのかとか、うん、その古代エジプト神話について今回お話ししようかなと。で僕がねちょっと別チャンネルやってるわけですけども、はいはいはい、グレートラックチャンネルっていうのでは、まあ、日本神話とか、うん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 、ユダヤ神話とかもお届けしてるわけなんですけども、うん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 、まあ、今回エジプト神話、エジプト神話ってまあ壁画とかであるやん、うん、顔がねこうジャッカルみたいなアヌビスとか不思議な世界観ってイメージ、うんうん、顔体半分がなんか動物で半分体半分が、人間とか、はい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 、でもっと言えばねあのスフィンクス、そうあいつね、体ライオンで顔人間、半獣半人みたいな、半獣半人みたいなこう世界観とかあったりするわけですけども、うん、どんな物語って多分ほとんどの人知らないと思う。いやもう全然知らん。そう、まあというわけでね、まあ、どういう話かって言ったら、はい、日本神話でしたら何もない無から始まるんですよ。そこに雨の皆神主っていう存在が現れて、うん、いろんな神様を創造していくっていう、ね、ヒンドゥー教だったら創造神ブラフマーっていうのが現れて、おうおうおう、いろんな神様を生んでいく。おうおうおう、みんな大体ポンって出てきて、無から出てくるの、出てきていろんな神様を生んでいく。はでも旧約聖書とかのユダヤ教とかキリスト教のお話ちょっと変わってて、イスラム教とかもね、うん、絶対神がもうそこにいると、うん、そこにある、そこにいて、その絶対神、唯一の神様が天地創造していくっていう、唯一神なのか神様が神様をどんどん生んでいくのかっていうところで言ったらものすごい違いがある、はい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 、エジプト神話は多神教で神様がたくさんいるよ、うん、ほう、でこの雨の水神とかブラフマーみたいな存在が何なのかって言ったら、最初無っていうこの状態もエジプト神話で表してます。そう、水に満たされている状態、原初の水、原初無をおそらく原初の水というものを表している無の状態、この原初の水を無、ぬぬぬぬっていうこの無が原初の水に満たされたこの世界無です、うん、この状態にある神様が生まれるんですよ。そのヌンからヌンからヌンから、これが創造神なんですよね。はあ、何か生み出す力を持った神様なんですけど、はい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 、この神様が何の力で生まれるか、うん、これねいろんなね宇宙の謎とか、うん、量子力学の分野とかにもいろいろつながってくると思うんですけど、うん、この意志の力、意志で意志の力を持って創造神アトムたい、産みたい、産みたいよって言って生まれたんです。ヌンの意志なのかアトムの意志なのか分かんないわかんないですけど、意志という力を使ってパーンってビッグバンみたいに生まれたのがアトムです。うわ、アトムはものすごい力を持ってて、全てを生み出す力を持ってるし、全てを終わらす力も持ってる。うわ、アトムっていうこの万物の創造者は始めることも終わらすこともできる。そして初めて生まれた瞬間は原初の蛇と言われて、うん、蛇の姿とも言われて、で世界を終わらす時はまた蛇の姿に戻って世界を終わらす。つまりいろんな宗教観の中に、うん、何か世界を生み出す要素と滅ぼす要素っていうのがあって、それを繰り返してるんだよってことを神話では伝えてる。つまり一度何度か人類は滅んでますよ、その度また新しく創造してるんだよっていうニュアンスもあるわけです。へでもね、当時そのエジプトっていうものはいろんな地域とかで別々の神様を信仰するのをどんどん征服していって、うん、支配して、お前とこの神様うちの神様の別の姿やから言うてどんどん一つにしていくんですよ。ほうほうほう、だから神様一つ、アトムにとっても、うん、当時北の方のエジプトが信じてた神様と南の方に信じてた神様また違うくて、うん、同じだよっていうのをどんどんやっていくから、うん、一人の神様にいろんな顔が出てくるんですよ。おー、エジプト人は超カオスでまとまりなくて矛盾だらけなんですけども、うん、なるべくそこも分かりやすく伝えていきたいと思うんですけど、うん、じゃあこのアトムっていうのが創造神なんですけど、うん、また別に太陽の神様ラーっていうんです。聞いたことあるよ。そう、太陽神ラーね、うん、このラーと
アトムは一緒だよってなるわけ、うん、一緒だよって一緒じゃないんだけど厳密にはどういうことアトムっていう神様もラーっていう存在も、まあ、一緒っていう扱いうんどっちも太陽神みたいな、うん、じゃあ一緒でしょでもねちょっとちゃうんだけどなんで太陽神ラーにはその創造神っていう側面はなかったりするからあそうなんでもまあどっかで一緒ですみたいなちょっと劣化前やんそのぐらいで別の地域では、うんケプリケプリかわいいもうケプリってどんなお尻みたいな名前やんかいやいやふん転がしの神様そのままやったケツプリで別の地域ではケプリっていうのがふん転がしこそが太陽神おーっていう扱いを受けてるふん転がしやばいぜって地域があったわけそもそもあのエジプト神話の基本的な考えラーもそうやねんけど、うん、太陽っていうものは神様が運んでるものやねんこう、うん、運搬して日の出から天頂までこうなんならこう太陽神こう見てくださいこれ頭の上に太陽乗せてますこうあ頭の上に乗せてんねんねってなんねんけどこうやって乗せてます運んでるわけ暑いよでふん転がしは何かって言ったら、あのふん丸くしてコロコロコロってこう運んでるやんかあれを太陽と見立ててるわけうんこうんこあんな感じで太陽を運んでるものだとかわいいなこのふん玉からさ、うん、卵虫生まれるやん、うん、あそうなんだ、うん、うんこってそれハエとかも卵産んだりするあで本当は昆虫がそのふんって栄養があるから、はい、そこに卵産んじゃってふんを食べてこう虫が育つみたいな流れなんやけど、うん、昔の人からすると、うん、このうんこそのものから魂が生まれてるって勘違いしたあー勘違いしたいそうそれふん転がしのふんって魂生命を生み出すものなんだってうわうわうわだからこのふん転がしって存在すげえなってなったわけ、じゃあいろいろこう太陽神はケップふん転がしってとこもあればラーだってとこもあればアトムだってとこもあるから一緒にしちゃおうと日の出はケプリで、うん、天頂まで登る一番高い太陽はラーの姿になって日の出に日の入りするときはアトムの姿になるほんで一回死んで冥界の道を通ってもう一回ケプリとして生まれ変わるこれを繰り返してるのがラーっていう神様だよっていうでこのアトムっていうの神様がヌトから生まれました、うん、原初の水から生まれました大地がないから原初の丘っていうのをふわーって作ったわけ、うん、そこでもう創造神アトムは一人こう降り立ったわけ、うん、床作ってポー我は一人エッチがしたい神画欲がすげえ神よ我アトムなりエッチがしたい神よ子作りがしたかったわけですよ創造神アトム我相手がおらぬでしょうね原初の丘を作れしは我アトムただ一人寂しいなぁ寄ってないでしょうアトム寂しがって寂しいなぁアトム我モテるってなったわけそして出会ったわけですおおついにあのアトムに右手と右手と女ピー言うな言うな言うな我右手と交われるって言って右手を使うわけですよアトムアトムでもアトムはその両性具有って言われてて男でもあり女でもあるからまあとにかく右手と交わったわけですよ本当に言ってるんで本当なんですこれもうねいつしもあるあるなんですけど本当に言ってるんやで右手と交わって生まれた最初の夫婦神男神男神とまあ女神が生まれるわけです2人もまず男性大気の神大気衆おっどうも日本人っぽい次湿気の神湿気の神湿気の神テフヌトシュとテフヌトっていう男女が生まれまして男神と女神が生まれましておでこの、まあ、大気の神シュまあどっちにも大切な仕事があるんですけども、うん、まあでもこれ面白いことに日本で言ったら陰と陽なのよ要は陰ってどっちかって言ったらその固まる力とか、うん、その湿気的な力とか土台作りみたいなところで、うん、大気とかエネルギーみたいなのは陽だよと表すわけで、うん、陰と陽の神様が生まれたわけ、うん、男性女性っていうのはそこで実は陰陽的なねこうバランス感覚がねエジプトにもあるわけですよでこの衆は空気っていうものを作ったりで目に見えない大気を知ってたところだ当時の人たちはで生命に息吹を与える命を司っている、うん、けどめちゃめちゃ大事な仕事があったわけ、うん、何かって言ったら、うん、空を支える空を支えるもともと大地と空がくっついてたから、うん、
って持って、ほんまかい、地面と空をこうギュンって持ち上げてます。やってる役割なんや。そうで、何かって言ったら、うん、空っていう神様と地上っていう神様が生まれたわけよ。あ、大気の神様が生まれ、宙が生まれて、うん、テフルトっていう地形が生まれて、うん、この二人子供がまた生まれて、ここがまた結婚するんだけど、うん、これが大地の神ゲブ、ゲブ、天空の神ムト。で、もう大地と天空がもう仲良すぎて、もう生まれた瞬間からもう抱いたわけよ。もう好きすぎて、もう交わりまくってたわけよ。で、さっき言ったみたいに宙っていうのは、まあ言ったら太陽神が毎日太陽を運んでるやんか、はいはいはい、だからちょっとごめん、想像力働かしな、天空と大地がこんな一致ずっとしてる、交わりまくってて、うん、ピターンってなってるから、うん、もう通り道がないわけよ、うん、でもブクーってやんならないと空気も通らへんし、うん、もうぺっちゃんぺっちゃんやん。確かに、で一番大事なことは、太陽ってさ本当は天空より上やんか、うん、でも当時の考え方ではこの天空と大地の間を開けたら太陽神ラーが太陽を運べますよってことだ。ああ、はいはいはい、はい、通り道がないから、はいはいはい、ラー困っちゃうと。困っちゃうと。お前どこの息子と娘がずっとエッチしてるから、俺太陽運ばれへんからと。お前なんとかせよ、シューと。シューもしゃーないなと。うん、でも、ええせよ、お前らと、うん。お前らがずっとこんな交わってるからな。うん、ラーさん困ってやる。ラーさん困ってやるやろ。通れないぞ。太陽通れへん。ちょっと、もう俺が引き上がすと。うーん。えいってやつが、この図です。この図、うん、元サザエさんこういうことサザエさんはあのシーン、このシーンを表してるめちゃめちゃ神話やんで、ここのグンって広げたからラーがありがとう言うて太陽を運べる。あーらららら、これで天空と大気と、うん、そこに湿気と、うん、まあ、大地が生まれ太陽が通る、うん、これで世界ができたんですよと。うわ、天地創造の感じですよ。しかしもうこの時、ムンってもう付き合われた時には、うん、もう、ムと妊娠しておりまして。あらー。で、そこで生まれたのが、長男オシリスと、長女イシス。あら、よう聞くな。なんか。で、次男がセト。セト。最後に、末っ子のネクティスっていう神様が生まれる。ほー。で、今のちょっとね、天地創造の話で、うんうん、ね、こっからなんですよ。もうエジプトシーンの面白いところは、今はもうとりあえずこれ世界ができたよってなって、ほぼまあまあ大気とか嫉妬の神様、湿気の神様とか大地天空の神様のお話やんか。オシリス、イシス、セト、ネフティスはもう人の体してるわけ。やっとちゃんとこの王様になる人たち。オシリスが一番最初にエジプトをまとめた王様やん。あ、そうなん、まあ、みたいな感じでね、ちょっとね天地創造の話があるんですけども、次回はこの要は最初のファラオと言われるオシリス、はいはいはい、うん、この人たちのもうドロドロの戦い、古代エジプトの、まあ、実際にこっからおそらくあったやり取りなんじゃないかって思われる描写も多分にありますと。うわ、ちょっとした証拠も残ってるよって。当然だってこの時の作法が残ってたりとか、あら、今でも、彼らオシリスが主人公となるこの話、うわー、なんか楽しそうやな。次回はがっついてます。うわ、それでは次回はドロドロしたいです。本日はこの辺でまたねー。